竹内光央1月二日から九百七十七年三月三日は日本の中国文学者、文芸評論家、露人の研究、翻訳や日中関係論、日本文化などの問題をめぐり、言論会で多くの評論発言を行った、長野県南作郡薄田町生まれ、東京市郝島地区富士見小学校、東京府立第一中学校を経て、 1931年、旧西大阪高等学校から、東京帝国大学文学部品文学科に入学。大学在学中に、武田大順らと、中国文学研究会を結成し、卒業後もそこを中心に活動した。メンバーには他に、増田渡る、松枝修雄、岡崎敏夫、松井武雄、一野平む、小野忍、佐根東恵修、千田九十一、 飯塚明らがいた。雑誌、中国文学月報を発行し、1940年からは、中国文学と雑誌名を変更して刊行1942年、第1回大東亜文学者大会が東京で開かれたが、会として参加を拒否。1943年、中国文学研究会を解散する。1937年から2年間は、 北京に留学。1943年に陸軍に招集される。1945年8月、コナン小学州で敗戦を迎え、1946年7月に復員した。慶応義塾大学の講師を1949年から1955年まで務める。展望1950年4月号に日本共産党にあたを発表し、日本共産党を批判した。 1952年から1年間、東京大学非常勤講師。1953年から思想の科学研究会会長となる。雑誌思想の科学編集長も務めた。1953年から東京都立大学人文学部教授。1960年5月20日、新安保条約の承認が衆議院本会議で強行採決される。 翌5月21日、竹内は強行採決に抗議し、東京都立大学に辞表を提出。憲法の眼目の一つである、議会主義が失われた内閣総理大臣による憲法無視の状態の下で、東京都立大学教授の職に留まることは、公務員として憲法を尊重し擁護する、胸の就職の際の制約に背き、かつ教育者としての良心に背む、くと述べた。 竹内に本意を求めた人文学部教授会は最終的に6月27日に辞表を受理した。その後、雑誌、中国を観光。雑誌、中国の母体となった中国の会は、尾崎秀樹が普通社主催で1960年頃に立ち上げ、野原志郎、竹内、橋川文造、安藤彦太郎、新島純良、今井誠一らをメンバーとした。 中国の会は雑誌中国を1963年から普通社のシリーズ中国新書の挟み込み雑誌として刊行。しかし同1963年に普通社が倒産したため雑誌中国は中国の会編集で軽装書房から1964年から1967年まで刊行。さらに雑誌中国は中国の会編集。 特馬書店発行で1967年から1974年まで刊行された。路人文集刊行中の1977年3月3日、食道癌により東京都武蔵野市の病院で死去した。66歳没。葬儀委員長は萩谷岳志だか。晩年には路人研究に没頭した。路人は近代文学を建設した人である。人を 近代文学以前であると見ることはできない。省略路人には全近代的なものが多く含まれているが、それにもかかわらず、全近代を含むという形で、やはりそれは近代という他ないようなものである。戦後、明治以後の日本の近代史がどこで間違ったのかという問題意識を持って出発し、反戦の頑強なシンボルと目されていた。 日本の共産主義の行く末を厳しく見守る態度をとった。戦時中から取り組んでいた路人の研究は必然的に中国の近代化の問題へと関心を引きつける結果となった。日本のマルクス主義私学への会議心が生まれ、開発途上国の近代化の過程は明治維新に代表される日本型が唯一のモデルではなくもっと多様なのではないかと考えた。 その点で戦後に読んだ、竜医の日中文化比較論に感銘を受けている。また、日本の文化構造が奴隷的で主体性の書いていることを指摘し、日本のインテリ層の進歩主義を批判した。マルクス主義者を含めての近代主義者たちは、血塗られた民族主義を避けて通った。自分を被害者と規定し、ナショナリズムのウルトラ化を事故の責任外の出来事とした。 日本ロマンパを目殺することが正しいとされた。しかし、日本ロマンパを倒した者は、彼らではなくて、外の力なのである。外の力によって倒された者を、自分が倒したように、自分の力を過信したことはなかっただろうか。それによって、悪夢は忘れられたかもしれないが、地は荒い気読められなかったのではないか。伊藤聖也の真広氏らと、国民文学論争を展開し、 近代主義と民族の問題、国民文学の問題点、文学における独立とは何かなどの関係書論文を国民文学論にまとめた。日本人の中国大陸などアジア地域に対する同義性を問いただし、アジア主義の観点を再発掘して、応答は戦争の再評価を促した。侵略は良くないことだが、しかし侵略には連帯感の歪められた表現という側面もある。 無関心で他人任せでいるよりは、ある意味では健全でさえあると、ある種の評価もしている。大東亜戦争は、植民地侵略戦争であると同時に、大帝国主義の戦争でもあった。この二つの側面は、事実上一本化されていたが、論理上は区別されなければならない。中略太平洋戦争において、両側面は癒着していたのであって、この癒着を剥がすことはこの段階では、 もう不可能だったからである。というよりも、癒着を剥がす論理があり得ることを、我々は、戦後に、東京裁判でのパール判事の少数意見から初めて、教わったくらいであり、戦後になって読み始めた、毛沢東の著作で、抗日戦争に対する見通しが正確だったことに、驚き、毛沢東の土着的発想を学ぶことで、 太平天国の乱を源流とする中国の人民革命の特質がつかめることを期待した。その毛沢東思想の原型を成功や間時代に求め根拠地理論へ到達した。純粋、毛沢東とは何か。それは敵は兄弟であって我は弱小であるという認識と、しかも我は腐敗であるという革新の矛盾の組み合わせからなる。これこそ毛沢東思想の根本であり。 原動力であって、かつ、今日の中共の一切の理論と実践の源をなす、ものである。それは、反封権、反植民地の中国の現実の革命の中から、引き出された、最も高い、最も包括的な原理であり、従って普遍的真理である。それは、物心両面の一切の事象と、個人から国家に至る、一切の関係を規定する、根本法則であって、 実践による内容付けによってそれ自体が生成発展する。また、雑誌、世界1965年1月号の特集、天気に立つ日本の選択に掲載された論文、修作人から核実験までの中で、けれども理性を離れて感情の点では言いにくいことですが、内心密かによくやった。 よくぞアングロサクソンとその手下どもの花を明かしてくれたという一種の感動の念のあることを隠すことができませんと、毛沢東による一方的核実験と核保有宣言に際してポストコロニアルの視点から意見を表明した。1961年から当時は珍しかったスキーを51歳で、初め老人スキーを称した。1953年、 中国文学研究会での竹内。奥右端は、竹田大順。新編現代中国論新編日本イデオロギー。日本とアジア日本への、からの眼差しアジアへの、からの眼差し路人路人入門現代中国の、文学現代中国論中国の、人民革命中国革命と、日本方法としてのアジア中国、インド。 朝鮮も卓東日本イデオロギー民衆、知識人、官僚主義国の独立と、理想国民文学論近代日本の文学表現について、近代日本の思想人間の解放と教育、不服従の遺産1960年代中国を知るために一中国を知るために二作家について、書物について、自画像和が著作路人ともの会。 中国の海戦前線中州日記上日記化保意書記、終作著作目録、年譜、人名作引ありがとうございます。